シューブ・アンドレ・ミシェル・シューブは、アメリカのピアニスト。1974年、ナウムバーグ国際コンクール優勝1977年、エイブリー・フィッシャー賞受賞1981年、バンクライバーン国際ピアノコンクール優勝。シューブは、家族と共に、生後8ヶ月で、ニューヨークへと移る。母の手ほどきにより4歳よりピアノを習い始め、後にヤッシャ・ゼイディに指示する。 プリンストン大学に入学し、その後、カーティス音楽学校へと編入。カーティス音楽学校では1970年から1973年まで、ルドルフ・ゼルキンに指示。1997年には、ヒルトンヘッドコンペティションにて審査委員を務めた。2006年より、マンハッタン音楽学校の教授として、更新の指導に当たっている。ニューヨークデビューを、 アリスタリーホールにて1974年5月13日に、果たし、ニューヨークタイムズより素晴らしいデビューと称賛を受ける。1979年にニューヨークチャンバーミュージック、ソサエティのピアニストになる。シューブは、モーストリー、モーツァルトやタングルウッド、ラビニア、ブロッサムフェスティバルなどに、たびたび登場している。数々の主要オーケストラと共演しており、 ボストン公共楽団やシカゴ公共楽団、シンシナキー、ダラス、デトロイト、セールイス、クレバランド、フィラデルフィア還元楽団、ロサンゼルス公共楽団、ニューヨーク公共楽団、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団などを含む、ザ・チャンバー・ミュージック・ソサイティ・オブ・リンカーン・センターのメンバーである、1997年により、バージニア芸術祭室内学シリーズの 音楽監督を務める。1986年の独立記念日には、p b s テレビの A キャピトルフォース1986という番組内で、ムスティスラフ・ロストロポービ知識により、ナショナル公共楽団とともに、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を演奏した。セインと、ポールサンデーやパフォーマンストゥデーで演奏している。近年では、2006年5月19日に、 ブライトシェンのバイオリンとピアノのための3つの幻想曲のワールドプレミアをマクイムファンドイン・ザ・ライブラリー・オブ・コングレスより委任され大成功を収めている。ありがとうございます。